はい、6月6日火曜日、イカれるスリーメンの時間です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、火曜日は不動のメンバーです。麗澤大学客員教授の西岡勉さんです。よろしくお願いいたします。はい、そのお隣、産経新聞論説委員の畔蒜瑠偉さんです。はい、よろしくお願いします。それからスカイプでタレント千葉玲子さんです。麗ちゃん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。福岡は雨降ってんの？雨なんですけども、まあ止んだり降ったりで、22度ぐらいなんです。涼しいです。いつもよりは、はい、寒いね。こっち側28度とかだけど蒸し暑くて、なんか夜どうも雨降りそうな気配なんですよね、これがね。まあそれでも飲み行きますけどね、かけなく行きますけどね。はい、はい、それで冒頭にこんな問題を俺取り上げるの、僕自身はちょっと気にならないんですけど、岸田総理のパジャマ写真ということで、じゃあ一番をお願いします。はい、また写真流出、公邸忘年会、岸田首相本人も寝巻き姿、危機管理能力は大丈夫なのか。週刊誌フライデーに岸田首相本人が写った公邸忘年会の写真が掲載された。フライデーに掲載された写真は文春同様、昨年12月30日に首相公邸内で撮影されたものという。中央には寝巻き姿で裸足の岸田首相と裕子夫人が座り、親族とみられる計18人が写っている。国民民主党の榛葉幹事長は、どう考えても写真は内輪から流出している、情報管理は大丈夫なのかと語った。あ、じゃあ2番の門田さんのもお願いします。はい、門田隆昌先生、フライデーの写真が致命的だったのは、息子がいとこたちを集めた会との嘘がバレたこと。実は皇帝の主、過去首相による弟や妹一家を集めた会だった。公的立場の者として不適切と息子を辞職させた首相。では自分の会で起こった公的スペース侵入事件に私は関係ないから適切と言えると思うのか。これ畔蒜さん、まあ、いろんな見方がありますけど、畔蒜さん自身はこのそもそもこの公邸忘年会が開かれ、岸田総理も出ていたという、この件についてはどういうふうに見ますか？公邸に住んでるわけですから、はいはい、そこで忘年会が開かれたら顔を出すというのは、まあ別に不自然じゃないです、はいはい、でもこれやはりこの国民民主党の榛葉幹事長が言っているように、どう見ても写真は宇宙から流出していると、はい、情報管理は大丈夫なんだ、はい、そっちですよね。ここに尽きると思うんですね、うんうん、まあ、だから記念撮影ぐらいするかもしれませんが、うんうん、その際にはこれ絶対表に出せなとか、うん、そういうことをちゃんと言い含めておいたのか、うん、あるいは言い含めておいても流れるような緩い一族なのかっていうですね、うん、どちらにしても本当にみっともないことになっちゃったなという感じですよね、うん。まあ、これでなんか解散が遠のいただなんとかだかんとかって全部おひれはひれがついてますけど、政局への影響というのはあるというふうに見ますか？どうですか？岸田さん自身も一時期やばいと思って、うん、まあ、解散へのトーンダウンしたという説もあったんですが、はい、どうもやっぱり解散はあると思いますね、うん、なるほどね。一般国民もね、うん、話題としては何か緩いなって感じでテレビで見ますけど、これで投票先を決定的に変えようなんていう人はあんまりいないと思いますよね、うん。まあ、私も公邸にはもう何度も行ってますが、確かに指定部分というかプライベート部分で飲み会やって親族集めたからってそれがどうしたっていうね、はい、そのことでパジャマ姿で言ったって言ったら、自分家だったらみんなそんな格好するじゃないですか。パジャマというかそういう格好した裸足でいたからって、それまた非難する、それほど、まあ、不謹慎というと、あの例の赤い絨毯で下りた階段で寝そべるとかね、はいはい、あそこはもう歴史的にこの流れ玉がね、うん、飛んできたような場所だから、うんうん、それは不謹慎だろう、みっともないだろうとは思いますけどね、うん。だからあそこで写真撮るのは、僕も実は僕の知ってる北九州の人たちを案内して、当時はあの安倍政権だったんで、安倍さんの秘書さんに案内してもらって、まさにあそこで記念写真を撮ったことなんかあって、あそこはもう定番、あそこで撮るのは割と定番になってるので、あそこで撮ったことを自身がそれほど責められるかなと思うけど、ただね、親族でやるのあんなところで寝そべるかと、あれはちょっと、まあ、行儀は良くないというより、ちょっと親族としてはやっぱりああいうことは僕はね、個人的に非難
されてしかるべきだと思いますけど、そうですね、まあ、だからこれは岸田さんにも重々反省してほしいけど、うんうん、まあでも逆に言うと、まあ、その程度の話では、まあ、その程度ですよね、私もそう思います。はい、じゃあ、れいちゃん3番をお願いします。はい、自民麻生氏と茂木氏が会食、政権運営めぐり意見交換か。自民党の麻生副総裁と茂木幹事長は5日夜東京都内の日本料理店で会食した。政権運営や終盤国会の対応などをめぐり意見を交わしたとみられる。これはね、岸田、麻生、茂木という今の政権の三本柱が会えば当然のことながら、解散まで含めた今後の政局運営どうしようかとか、あるいは公明党との関係をどうするんだとか、そういうギリギリの話を当然してるはずで、しなきゃおかしいですよ、単なる飲み会ってことありえないので。しかもこれ4時間もやってるんです。4時間もやってる、ね、4時間そうすると一つとの選挙区の点検までやってることだってありえる可能性もあるし、はい、うん、その衆院選の見通しとそれを受けた衆院選後の情勢ですよ、ね、党内の地図、うんうん、そういうことも含めて話し合った可能性もありますね。ありますよね、はい、いやだからもうでもこの時期にこの2人が4時間も時間を取って会うっていうことは、うん、逆に言うと解散近いっていう、そういうことですよね、だと思いますね、うん、そう思います私も。はい、次、じゃあレイちゃん関連で 4番をお願いします。はい、安倍派岸田派代理戦争の様相、うん、山口新3区の候補者調整、双方一歩も譲らぬ構え。次期衆院選で小選挙区が一元となる山口県で、新3区をめぐる自民党の候補者調整が最終盤を迎えている。安倍元首相の後継の新人議員と岸田派ナンバー2の林外相が争う構図だ。派閥の代理戦争の様相も呈しており、双方は一歩も譲らない構えだ。まあ、新3区というのは勝手の3区、あの林さんが出てる、それとかつて安倍さんが出てた4区ですよね、下関、そこがほぼ5区になって新3区になるんですが、そうすると林さんと今度当選してきた安倍さんの後継の吉田さんというこの2人の激突で、まあ、普通に考えたらやっぱり、その林さんの方が有利かなと思うけども、ただ吉田さんは安倍派に入っても安倍派はもう100人も言える大集団ですから、それなのにこんな小選挙区の公認候補にすらできないとなると、それはそれでかなり問題なので、僕はさあコスタリカができるかどうかかなと思うんですけど、それもかなり難しいですか。コスタリカは多分やらないと思いますけどね、うん、まあ、ただ今回それはもう本当に一本譲らぬというのはその通りで、安倍さんの奥さんの安倍昭恵さんが吉田さんの後援会長に入るということもあります。これなんでそこまでやるかというと、下関ですね、まあ、この辺りで あの安倍家と林家の抗争というかですね、もう市民も2つに分かれたような感じで、どっちかの派閥みたいな感じになってるぐらいですから、はいはい、これはね譲りようはないんですね、うん、ただ吉田さん、普通で言うと吉田さんは新人だし、うん、すぐ選挙やっても弱いんだけど、うん、ここでだから安倍さんの奥さんが入ったと、うん、でこの間はその塩谷会長代理と一緒に、はいはい、まあ、あの自民党本部に行きましたよね、はいはい、これもね、その塩谷さんっていうのは一応派閥の代理であるけど一応今トップなんですから、安倍派の意思はこうですよと言ってることになりますから、うん、まだまだ目が離せないですね。まだですよね、うん、そこのところが、まあ、林さんも岸田さんの後は次のは自分が総理だとまで言うんだったら、本当はここは譲った方が、あの形としてはというかね、ええ、なかなか応用なところがあるなというふうに私は評価されるんです。理屈で言うとね、あのそもそもが宏池会の首相が2代続くわけがないので、ああそうだね、あの少数派閥の宏池会が、2代続けて総理を取るとかいうような他の派閥が許さないですね。そうでしょう。でもそれでも総理を取りたいのであれば、うんうん、逆にここは選挙区でこんな無理を言っちゃいけないよって話なんです。私もそう思いますけどね、はい、次に自公ですね、5番お願いします。はい、自民支持層連立解消すべき 57%、 JNN 世論調査の衝撃。この週末に行われた JNN の世論調査で自民公明の連立関係について聞いたところ、公
公明党の支持層では関係を続けるべきが 59% でしたが、自民党支持層では逆に解消すべきが 57% に上りました。じゃあ6番も続いてお願いします。はい、公明山口代表、維新選挙協力や連立考えず。公明党の山口代表は5日国会内で講演し、4月の統一地方選で勢力を拡大した日本維新の会との関係について、選挙協力や連立は一切考えていないと明言した。公明と維新の関係をめぐっては、東京での自公の選挙協力解消をきっかけに、公明が維新と選挙協力などを行うのではないかとの警戒感が自民党内の一部で広がっている。まあ、前段の部分の JNA の調査はまあそういうことですよね。自民の支持者はもうこの際だから公明党を手を切れという考えが多いに対し、公明支持層では59% が続けてくれと。ということは、まあ、自公連立選挙は公明の方にメリットがあるという、そういうことですよね、これはね。そうですね、もう自民党の支持者にとってフラストレーションがたまって、そういうことですよね、憲法改正でも安全保障でもずっと足を引っ張られ続けて、ですね、うん、何なんだと思ってますよね。うん、それで後段の部分ですけど、公明が維新との協力関係うんぬんかんぬんというのは、まあ表向きはそう言うでしょうけど、だけどそうなると大阪兵庫なんかで6選挙区これまで維新に譲っててもらった分なんかも、維新は全選挙区立てると言ってる以上は公明党は潰されるんだけど、そこはやっぱり駆け引きが当然あるわけです。公明党は今かつてもね、これまでも散々やってるんですね、うんうん、で表向きに維新とは組まないと言ってるだけで、うん、裏では何だってありでしょう。ですよね、うん、それ維新だけじゃなくて、これまで民主党ともやってますしね、はいはい、地域事情で例えば山梨では輿石と宮川さんで人が戦った時とかにも、うん、そうですよね、うん、裏では公明票が輿石流れてましたから、うん、でしかも公明党っていうか創価学会は票をきれいに割れるでしょう。そうですね、だから自民党に6割、はい、維新に4割とかね、まあ、それで恩を売ることは十分ありますよね。いいですよね、うん、さあ、その次が私不可解というか、こんなこと本当かなと思ってるんですが、7番小池百合子さんお願いします。はい、二階元幹事長は総選挙で小池都知事を維新から出馬させたい。菅前総理の自民離党も現実味か。創価学会公明党を毛嫌いする麻生は連立からの公明切りを画策中。一方で二階と菅は一部の野党を巻き込んだ麻生包囲網で対抗しようとしている。小池氏が維新入りすれば、それを奇貨として二階氏と菅氏が河野デジタル省や小泉進次郎元環境省らと維新に集団移籍する可能性も出てくるという。これね、安倍さんね、何点も、そうなのかって、これデイリー新潮で誰が言ってるのか僕はよく知りませんけども、まず安倍さんに一つとちょっとお尋ねしますが、二階さんが総選挙で小池百合子さんを維新から出馬させたいと言ってる、これはもともと二階さんと小池さんの関係は昔から言われてるけど、でも出る先は自民党じゃなくてこれ維新からという、この可能性というのはどうなんですか。ないですね、これないですね。いや、もうこの記事は新潮とは思えない、現代のような、現代みたいな記事だと思います、ね、なるほどなるほど。ちょっとそって菅さんが自民党出て何のメリットがある。いやいや、だから、ま、その次はまさにそう、全く意味わからないですよね。ですよね。いや、頭の体操にしてもおかしい、はい、あと河野とか小泉も一緒にうんぬんかんぬんて作文書くにも程があるみたいな、うん、だって河野だって首相を目指してるわけで、うん、自民党を離れて維新についたら、じゃあ維新から首相になれるのかって話ですよね。何言ってんだろうと思いますね、うん、ねえ、これちょっとお粗末ですよね、これね、はい、じゃあレイちゃん次、文化事務局限5名に行きますかね、はい、8番から行きましょうか、はい、首相は身びいき排すべき。首相公邸内での不適切な行動が批判された長男の翔太郎首相秘書官について岸田首相は更迭を表明した。岸田首相は就任時から運に恵まれてきた。だがその強い運気も国民の軽蔑を招くような悪手や慢心による監視で一気に離れることがある。
広島、高知会、親族と身びいきで身内ばかり優遇していると思われるようなことはできるだけ慎んだ方がいい。うん、はい。まあこれね、だから、まあ、さっきも言ったように、私はさっきというかこれまで言ってきたようにですね、はい、岸田さんは本当に運に恵まれてて、そうですよね、はい、強い運気を持っていると思うけど、運というのはいつ途切れるかわからないんですね。うん、まあ、この今回の翔太郎さんの件にかも巡っては、あ、なんかもう本当にあまりにもそのマキベリの言葉がありありと思い浮かんで、うんうん、要は秘書官は軽々に選ぶべきではないと、うんうん、で君主の頭脳の程度を測るにはその側近を見れば分かるというような言葉を言ってるわけですけども、うんうん、まさにそれで言うと、あの岸田さんは大失敗を犯したという、はいはい、でそういうふうな失敗の積み重ねで運は失うので、今までも岸田さんは広島偏重、はい、高知会と繰り返す、うんうん、でさらに美意気となるとさすがにみんなしらけていくよと。ですよね。あの運が離れていくよということを、まあ、あの書いてました。うん、まあ、おっしゃる通りですよ。本当にこういうので大体命取りになるんですよね、政権というのは、ね。だから、まあ、まだ持ってるけど、こんなのも今後も続けちゃダメですよということですね。うん、そうですよね。はい、次の西岡さんのに行きましょうか。はい、西岡先生発朝鮮半島スクープのコーナーです。はい、日朝拉致問題に進展の兆しか、北朝鮮による日本人拉致問題がかすかに進展の兆しを見せている。岸田首相が日朝首脳会談の実現に向けてハイレベル協議に意欲を示し直後に北朝鮮が前向きな反応をするなど、双方の意向が噛み合っているからだ。うん、まあ、先週、はい、もうちょっと話しましたけれども、はい、この写真がですね、先々週の土曜日の国民大集会ですね。そこでは自分直轄のハイレベルの協議を行いたいと思いますというふうに岸田さんが言ったら、月曜日に、北朝鮮の外務次官が会えない理由はないって言ったんですよね。はい、その外務次官の出るかな、あれ頼んでたんで出ないですかね。北朝鮮の外務次官の方が出ましたか。はいはいはい、これがそう全文なんですけども、はいはい、まずこれあの29日に出てるんですけど、はい、27日にって言ってるわけですよね。だからもう、はい、これが29日月曜日なんですけども、うんうん、まず北朝鮮でこういう対外的な談話を出すときは絶対に金正恩の決裁がなければ出せないわけですよ。で岸田さんのでこれはどうしこの冒頭ですね、27日日本の岸田首相がある集会で、これが拉致の国民大集会ですね、朝日首脳間の関係を築いていくことが大変重要であると発言し、朝日首脳会談の早期実現のための広域協議を行おうとする意思を明らかにしたと言うと言ってますから、うん、はい、岸田さんの発言をそのまま引用しているので、うんうん、発言が出るまで書けないわけですよ、この談話をね。そうするとこれは土曜日の2時半です、午後2時半、うん、はいはい、岸田さんが発言したの、うんうんうん、そして月曜日の朝一番でもう6時ぐらいに出てたわけです、うん、はいはい、で月曜日には決済もらえるというような時間はないので、なるほど、まず土曜日多分集会のに誰かが紛れ込んでいてテープを取ったか、うん、はい、まあ、我々スクーガイがインターネット中継やってましたから、あ、まあ、インターネット中継を見ていたか、はいはい、でまずそれをテープ起こしてあの、うん、日本語で文字にすると、はい、で朝鮮語にするして、はい、そして金正恩に見せる、うん、どうしましょうかって、はい、すぐに談話を出せ出せと、うん、そしたらその談話を作る、うんうん、作ってこれでいいですか、はいはい、もう一回決済をもらう、うん、ということを土曜日の夜から日曜日かけてやったと、うんうんうん、金正恩の決済をもらいたい人いっぱいいるわけですから、そうですよね、うん、それ最優先で持ってこいってなければこんな早く決済出ないんです、ですよね、うん、だからまずそれが今までないです。我々、1999年から、はいはい、このある集会、彼らが言うある集会っていうのをやってるわけです、うん、で今まで一度もこんなことないです。なるほど。集会をやった後しばらくしてけしからん集会をやったと、はいはい、うぞうむぞうがというようなことはありましたけどね。なるほどなるほど、うん、そしてここで、まあ、最後にですね、
朝日両国が互いに会えない理由がないというのは政府の立場であると言っています、うん、その前にですね、うん、対極的姿勢で新しい決断を下しと言ってるんですけども、うん、実はこの対極的っていうのと決断っていうのは岸田さんの挨拶にあった。ああなるほどなるほどなるほど。だから岸田さんの挨拶の単語をわざわざ、うん、ちゃんと入れてる、入れてるんですよ。なるほどなるほど。まあ今後何が起きるのか、うん、少なくともですね岸田官邸側から土曜日注目しててくれというふうに平壌で話が言ってなければ、うん、なるほどなるほど、 こんな早く出てこない、そもそもがね、うん、なるほど。だからということはもうすでに何か水面下でつながっているのか、うんうんうん、そうじゃなければこんな早く出てこないですね。なるほど、うん、だからすぐもうそうじゃなければ鉄砲腰要員が入ってるっていうこともおかしいわけですよ、けしからん集会ですからね。なるほどなるほど、うん、まあということを考えると、まあ、それだけ北朝鮮が困っているということの中で、うん、日本は人道支援をこうちらつかせていると、うん、それについて表に出るときというのはほぼ固まったときですからね、うん、やっぱりあの首脳会談のためには、うん、あの密使がどっかであって協議しなくちゃいけないわけで、しかしそれはバレたら潰れますから、うん、でもバレたら潰れることについて岸田さんがわざわざ私直轄のハイレベルと言ったら会えないことないと言ってると、うんうん、いうことは今やってるのかもしれないと。ですよね、うん、ああいう言い方っていうのは具体、うん、すごい具体的だからね、うんうん、でだからそれも私現場で聞いてて、あこれ空振りしたらどうするんだろうと、うんうんうん、北朝鮮がけしからんとか言ったら、うんうんうん、岸田さん恥かくと思ったら逆だったんですね、うんうんうん、なるほどなるほど。だからそれはもう見ててくれというメッセージが言ってて、だから岸田さんの早期実現の攻撃協議って引用されてると。なるほどなるほど。まあこれ以上は我々も外に出たらば潰れるものですからわからないのですが、うんうん、まあ去年の秋以降ずっと考えてきた人道支援を使って拉致だけ先に動かすという戦略が、もしかしたら鍵がかかって鍵穴がカチャッと開くことがあるのかもしれないなと期待してます。なるほどね。なんか日曜日の日曜討論でですね、日朝問題やってたんで途中まで見たんですけど、まあこういうふうな西岡さんのような視点がないというかですね、ない、ぬるい討論やってましたですね。だそもそもこの全文読んでないんだと思いますね。あなるほど。岸田さんの挨拶全文も読んでないと、やっぱり原文に当たらなきゃいけないんで。なるほどなるほど、というふうに思います。はい。で、あと、次です。次、次で、加藤さんの言ってください。はいはい。じゃあ、レイちゃん、私の言ってください。はい。はい。加藤先生のところですね。はい。加藤先生の一押しツイッターのコーナーです。安倍元首相、LGBT 法案を懸念していた。LGBT 法案について、自民、公明両党は、2021年に与野党実務者がまとめた法案の修正案を国会に提出し、立憲民主党と共産党、社民党は修正前法案を共同提出した。安倍元首相は2年前、同法案について皇室の危機、皇位継承問題に関わる憂慮をしていたという。加藤先生です。安倍元総理の先見の明には本当に驚かされます。山口則之氏によると、実は5年くらい前から八木教授らと勉強会を始めていたのだという。だとすれば稲田朋美氏ら安倍側近と自称していた議員は安倍さんのこの考えを知っていたはず。なのに裏切って推進側に寝返るとは、もう保守派を名乗る資格はない。まあ、これ山口さんに聞いたという言い方を私は書いていますから、本当の5年前かどうかという確認は私には分かりませんが、いずれにしても安倍総理はこの LGBT という話は皇統継承の問題に関わってくるぞというその視点をね、まあ、八木さんからそう言われてそう思ったのか、ご自分がそういうふうに思ったのか、これも分かりませんが、少なくとも関係者でこの問題について勉強会をすでに始めていたということを聞くとですね、やっぱりきちっと見るべきところを見て いていらっしゃったんだなというふうに思うとですね、私は安倍さんの側近と言ってた議員の方々がですね、その安倍さんの お気持ちを全く無にしてですね、逆に推進側の旗を振るなどということがどうしてできるのかと、私はもう
全く理解できないんですけど、安倍さん、この件はどう見ますか。5年前かどうか私は知りませんが、特にその2年前にね、やはりその LGBT 法案の話が浮上した時には、そのちょっと前あたりからも安倍さんはもう LGBT 法案の話ばっかりっていうぐらいされてましたね、うん、私正直もう他の話もしたいなと思っても向こうから降ってくるからっていうぐらいでですね、でそれこそ稲田さんがどう言ったとか、この本はどうだとかですね、今の動きはこうだとか、まあ、そんな話を散々聞かされましたよ、はい、もう相当この問題を重視してたのは間違いないです ね、うん、ですね。だからそういう意味からするとね、稲田さんはもっと厳しく、安倍さんはそういう意味では優しい人だから、いや稲田さんをなんとかこう、なんていういいように持ち上げて、日本最初の本当に女性最初と思ったかどうかまでは知りませんが、かなり勝ってらしたのは事実ですよね。ある時期まである時期まではですね。だから最後のところもあんまりこのなんていうんですか、稲田さんを潰すようなことは したくないなと思いがおそらくあったんでしょうけども、だけど稲田朋美さんがやったことはその安倍さんのそのお気持ちを全くないがしろにしてですね、逆にそのなんていうんですか、恩人を裏切る、大恩人でしょ、大恩人を裏切る、まあ、つまり稲田さんを裏切るというのは安倍さんに言うこと聞かなかっただけ、聞かなかったという意味でね、まあ、だから例えば新党政治連盟が稲田さんから離れたとか、はい、そういう話はもうリアルタイムで安倍さんから私も聞いてましたけども、はいはい、まあ、それでも稲田さんは曲げなかったと、うん、安倍さんに説得されたり、票として得じゃないよっていうふうな票の話も理念の話も含めていろんな形で説得されたけど、とうとう聞かなかったということですね、うんうんうん、